ついえるの。しっかりなさい。マリア様、よろしいですか？うん、いいよ。潰して。それでは、これにて。ありがとう。ここで消えるわけにはいかなかった。こんなとこで負けてたら諦めがつかないもの。そうさ、こんなとこで負けてたら諦められない。ゼパル様、フルフル様、私たちも共に試練を終えました。これでよろしいですか？いやあ、本当にお見事だね。二人とも文句なしだったよ。では最後はベアトリーチェの番かしら。おや、彼女はどこに？もちろん彼女の選んだ生贄のところにさ。さあ、私たちもそこに行ってみよう。お父様、お母様、夏日が不勉強なばかり、夫の支えになれません。お
夫を愛しているからこそ私はここで待っています。しかし愛は寄り添うものと私は思ってしまいます。ここでこうしているのが一番の協力になると理屈では分かっているのに、そんな自分に惨めさを感じてしまうのです。辛いですね。愛ゆえに待つのは。その夫への愛ゆえに見知らぬ赤子を抱かされるのが許されなかったのですね。あなたが19年前のあの日に見知らぬ赤子を殺めたことに私は罪を問いません。何の話ですか。夫への愛ゆえに夫の血を引かぬ赤子を殺した罪を私は愛ゆえに問いません。何の話か分かりません。出て行って。ここは私の部屋です。ならば私の愛ゆえにあなたを殺すこともまた問わないでください。出会う二人たちが皆決意を見せました。私のバトラさんへの思いがそれに劣っているとは思いません。私が19年前のあなたの罪を咎めないように私も自らのこの罪を咎めません。
これは何なんですか？これは意外だ。蜘蛛の巣を触っても平気だったそなたが霊鏡はダメだというのか？もう私にも何が何だか分かりません。一体何が？それはお前が横島な魔女だからです。霊源新たくなるこの霊鏡は邪悪な存在の全てを退けるのです。それを向けないで。あなたが何者なのか私には分かりません。分かるのはあなたは私を殺そうとしたこと、そしてこの霊鏡にひるむ邪悪な存在であるということです。退きなさい邪悪め。この後ろ宮夏日、邪悪に対して一歩たりともひるみはしません。信じるんだ。愛の奇跡は必ず起こる。
にあなたの居場所は存在しません。それが聞きたかった。傲慢なルシファー、ここに。久しぶりの獲物が古ぼけた鏡一枚だなんて、私を愚弄するにも程があるわ。ルシファーさ、ベアトリーチェ様、試練の遂行を逃げられます。誰か来てください。誰か、十分だ、ルシファー。やれ。ギョイ。これってありなの？ベアトリーチは自分の力だけで試練を成し遂げていないわ。